はいどうも、佐久間優吾です。今日も優吾 .tv 始まりました。人生に役立つ情報を共に共有して、教えることはできませんが学んで、共に学んでいきましょう。バイ吉田松陰の言葉。はい、ということで本日のお題はですね、初体験があるうちはまだまだ青春。こちらのお題を一発撮り一発読みで読んでいきたいと思います。それでは読んでいきましょう。初体験があるうちはまだまだ青春時代を送っていると言えます。たとえ30代や40代の人でも、初めてのことに挑戦している人は年齢とは関係なく若いと言えます。私の友人で30代の人がいます。今その人はスキューバーダイビングをしています。本人はそれまで経験などしたこともなく、初めてだったから初めて見たと言います。私はそれを聞いて、若いですねと言いました。年齢の高い人でも初めてのことに挑戦している人は若く感じます。人間は年を重ねるごとに、つい初体験に尻込みがちになります。いい年をして恥ずかしい目に遭うのが嫌で、初めての経験から逃げ腰になります。これが心の老いの出発点です。体の老いを言っているのではありません。体の老いは年を重ねるに比例して老いてきます。人によって個人差はあっても、体の老化だけは避けて通ることはできません。しかし心の若いは本人の気持ち次第で避けていくことができます。心の老いが年齢を比例していくことはなく、本人がそうさせてしまっているのが大半です。本人の心がけによって、心は年齢に関係なく老けることも若返ることもできる不思議な存在なのです。今日の格言、年を取ってからこそ初体験に飛び込んでいく。なるほど、確かに、初体験いろいろしていくのは、本当普段の生活の中でもやっぱドキドキワクワクしますよね。俺も結構なんか好奇心旺盛だから、ちょっと興味あるな、なんか楽しそうだなっていうのには積極的に飛び込んでいってますね。例えばじいちゃんばあちゃんたちがやってるグランドゴルフ、これも俺一人で、みんな70代80代、一番上のでは90何歳とかっていう人もいるんですけど、その中で一人28歳の俺が行くと、まあチヤホヤしてくれる。でもすごくみんな元気、お年寄りの方、ご年配の方、逆に心配されちゃいますからね。あんちゃん暑いけど大丈夫かとかって、水飲めよとか、すごい、とにかく、そういう知らない世界に飛び込んでいくとすごく刺激的になるし、いろんな発見があります。これからも何でも、今までちょっとね、偏見な目とかで見てた部分もあったので、そういうのにこだわらずガンガン攻めていきたいと思います。例えばももクロのライブに行った時とかはもう、そうだね、そんな前まで全然興味なかったけど、急にそういう今までクラブで遊んでたのに、いきなり違うライブ会場へ行ったりするとすごく刺激的になります。楽しい発見がいっぱいあります。ということで、これからもいろいろ挑戦していきたいと思います。ではまた、ドロン。